い、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加山麻里乃です。本日はですね、パワハラ騒動で今問題となっているですね、株式会社カーサ、これをですね、浅薙とんでも企業列伝シリーズの一環としてですね、取り上げてまいりたいと思います。このですね、株式会社カーサ、東証一部上場企業なんですが、ここのですね、会社社長が役員にですね、パワハラを行ったということで、役員のトップニュースにもね、来たりコメントも急上昇で上がってきたりとかですね、大変話題になっているんですが、まあそのパワハラの内容というのはですね、ちょっとご紹介しますとですね、これがですね、 B 級ヤクザ映画館が半端ないですね、セリフでして、今社長がですね、役員に対して、まあ、ぶち殺すぞとかね、お前みたいなクソは地獄に落としたる、死ぬまで償えとか、ね、こういった、まあ、役員がその社長から浴びせられた暴言をですね、録音して週刊文春に公開したわけなんですが、まあ、他にもですね、まあ、恋を俺腕っぷし自信があるから、俺はやからやからで何人もと付き合っとるとか、度数抜いた役員もあったけど、俺を刺そうとはせんかったわ、やっちまったのとか、なんか、そんなですね、発言を、まあ、繰り返して、まあ、これはね、東証一部上場企業の社長としてコンプライアンス上どうなんだというですね、まあ、なんていうんですかね、議論というのが、まあ、ネット上では、まあ、あるわけなんですが、まあ、今日はですね、ちょっとこの宮地社長と、このちょっと前身であるですね、リプラスという企業をちょっと、ご紹介したいんですが、宮地社長はですね、1972年生まれなので、現在49歳。になるんですかね。この方が今回話題の人物なんですが、この方2004年に、リプラスという会社に、入社をしています。でここで、ね、おっと思った方はね、浅薙、チャンネルの、まあ、をですね、よくご覧になっているという証だと思います。このリプラスはですね、浅薙とんでも企業列伝シリーズでも過去取り上げたことがあるんですが、上場してですね、あっという間に、上場してあっという間に潰れた、まあ、伝説の会社なわけなんですが、家賃のですね、保証会社であります。でこれはですね、今でこそ、まあ、家賃保証っていうのはね、保証会社がつくというのは当たり前の世界なんですけれども、まあ、当時はですね、そうではなかった。家を借りるっていう時はやっぱり親とか親族とか連帯保証人についていた、そういった時代もあったわけなんですが、それをですね、今のようにですね、家賃保証会社が保証していくというような制度の、まあ、先駆けというか、それを、まあ、作った、まあ、会社であります。で、この家賃保証会社が、まあ、2008年の9月に、まあ、破産をいたしましてですね、まあ、上場廃止しまして、2008年10月、レント号といって、この、まあ、家賃を保証するというこの事業を、宮地さんが引き継いでですね、新しい会社を立ち上げた。でそれが、この株式会社カーサですね、これを引き継いで、また上場を果たすということで、かなりですね、やり手社長だということは、まあ、伺えるというふうに思います。で2020年の1月の売上はですね、94億円、経常利益15億円ということで、めちゃくちゃ儲かっているんですね。なので、間違いなく社長としてはですね、それこそ腕っぷしがね、自信があるということなんだというふうには思います。で、今回問題となっているのは、この株式会社カーサのですね、執行役員で、ある方に、まあ、暴言を浴びせたということなんですが、まあ、この執行役員はですね、まあ、この執行役員も実は、まあ、リプラス出身といいますか、リプラスからの、まあ、付き合いだということなので、まあ、さほどですね、このリプラスという会社の、体質というのを理解していれば、驚くべき話ではないんですね。当然パワハラというのはダメなことなんですけれども、まあ、今回ですね、パワハラした相手というのは、執行役員であり、このリプラスという会社はですね、まあ、今ご紹介した通り家賃保証会社なんですね。で家賃保証会社というのは、家賃保証するわけですから、当然ですね、家賃を滞納した人から、取り立てを行わなければならないわけです。で、まあ、自分たちが保証するわけですから、取り立てたらその分やっぱり必死にやるわけですよ。なので、払わない人に対して取り立てを行うっていうのはやっぱり昔からねやってきたわけですから、まあ、マッチ金とかね、そういったな、類の人たちの、まあ、出身というか集まりなわけですよ、ここは。で、当然ね、回収できなかったら会社が損するわけですから、まあ、
取り立てこいというようなね、そういったまあお客さんにも部下にも暴言を浴びせるような体質の会社であったわけです。で昔はマチキンとかね、の取り立てとか、消費者金融の厳しい取り立てというのが社会問題になって、たくさんですね、いろんな法律で立法されて厳しくなりましたが、家賃の保証のと家賃の取り立てというのはですね、やっぱり特段立法ってのはされなかったわけです。だからあの手この手で、当然回収を会社としてはしてきたと。で、こういった会社出身の、人たちがですね、集まって新しいこの株式会社カーサというのを立ち上げてやってきたわけです。なので、この宮地社長がですね、そういった、一緒にねやってる役員に対してこう暴言を浴びせるというのは、さほど別に不自然なことではない、今まで通りであったということであるんだと思います。でこの執行役員もですね、宮地社長の胸ぐら掴んで、反抗と言いますか、言い返してるわけですから、血の気の多い男たちの戦いというようなね、ことであると思うんですが、ニュースの報道のされ方としては、やはりこの東証一部上場企業の宮地社長が、従業員に対してパワハラを見せたみたいなやっぱ内容にはなってしまっているというところがあるので、ちょっと朝薙とんでも企業列伝で補足という形でね、ご紹介したいと思って今日は撮りました。で、リプラスといえばですね、実は未だにですね、伝説の企業としてネット上では有名でして、2チャンネルにもですね、スレッドが未だ残ってます。役員に関して代表者はね、将軍様とかね、カネムシ君っていうのが出てきたり、女帝とかいうね、そういった愛称でね、いろんなドラマ仕立てのストーリーというのが公開されていると言いますか、残っていますので、興味のある方はですね、ぜひ、この会社の情報っていうのを見てみてもらえればというふうに、思っております。そんな感じで、ね、今日は、リプラス、のからの、カーサですね、会社カーサのちょっとパワハラ問題について取り上げさせていただきました。皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。